おはようございます。お部屋子様ですね。 35.9、はい、どうぞ会場にお願いします。こんにちは。どうしてどうしてるの。年上なのに年上なのに年上なのに。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。元気ですか。元気です。素晴らしい。はい、というわけで結論ですが、第2回楽しみましょう。多分各所で出てくる僕らの言い訳フレーズで、2年半ぶりだからと2年半ぶりに、まあ、こう会えてます。じゃあ初注意します。はい、コロナ対策ということでね、やっぱり手を洗うとかですね、手を消毒するとかっていうのは、まあ、こまめに、いつも以上にですね、こまめに意識してやっていただければと思います。デジタルネイティブと言われている皆さんのアイデアというものを、まあ、我々が借りなきゃいけない、そういう時代になってるかなと思います。この人と話したいな、なんかやりたいこと近いなとかっていうふうになったら、そこでこの大きめの本にですね、自分の名前書いて、自分もこういうことやってんだみたいなこと書いてですね、ペタッと貼っといてください。はい、じゃあいきます。どうぞ。はい、なんですけど、まあ、大学1年からそのコンピューター系の勉強を始めて、まあ、高校までっていうのが本当に3ヶ月に1回パソコンを触るかどうかっていう、もう全然リテラシーとかも全くないような状況で、まあ、今1年間勉強してました。本書いてます。タイトル、パソコンがわかるゼロから始めるプログラミング入門。これなぜ書くことにしたのかね、紹介していこうと思います。はい、非常にけしからんスライドになっております。 VR の良さっていうのは、 VR と違っていいっていうのは、仮想世界のものを現実に取り込める、第三者から見てどう見えるかってことを考える必要があるんです。例えばダークサイトというか、まあ、そういうハッカーフォーラムみたいなところで書き込まれてれば、それを見た人は悪いことするっていうのが分かってるのに書き込んでるってことになるんですよね。USB を伝ったものだと、そのネットワーク通信伝ってないと思うんですけど、うん、その場合は別の罪に問われるってことですか。そうです、そうです。不正アクセスに関しては、ネットワーク通信がないと、ネットワークのその認証を突破できていないので、それは関係なくなるんですね。オフラインでは初めて、皆さん、こんにちはということで、よろしくお願いします。はい。コスマスターの佐藤です。よろしくお願いします。僕たちは AR コンテンツを同時視聴できて、かつその参加者同士でやり取りができ、つながりを感じられるような機能を提供することによって、まあ、まるで隣にいるかのような体験をオンラインでも感じられるようにすることを考えています。という意味でも、なんか潜りのユースケースいっぱいあるので、それをなんかひっくるめてサポートできたらなと思います。例えば明らかな入力を、明らかに異常な入力を検出するのを一つかませるとかは、まあ工夫としては、工夫としては考えられるから。ところが今回ってこういう形で会えたってこと自体がすごく、まだ半分だけど、でも嬉しいなと思ったし、なんか何よりまたトレーナーの皆さんともね、いろんな形でこう教えてもらったり、もしくは議論しに行ったりってとこも含めて、あ、これが集まってやるっていうことだったんだなっていうのを、ちょっと2年半ぶりを本当にしみじみ思いました。何枚撮ってるの。電車した。電車しといた。いいですか。そろそろ自分で笑っていいやつも撮りますか。笑っていいですか。まず解禁です。とてもそのオンラインでは伝わってこないような、そのやっぱり対面でしか伝わってこないようなものが、やる気とかそういうのがいっぱい伝わってきて、やっぱ自分の開発しているところでもやっぱそこでやる気が出てきて、とてもいい経験になりました。オンラインだとどうしても一方的な会話になってしまうんですが、オフラインだとお互い切磋琢磨しながら話し合って物事を進められるんで、すごく自分の進捗状況と他人の進捗状況を見て照らし合わせて、自分のいいところを他人に教えたり、他の人のいいところを自分に取り入れたりできて、すごく円滑に進みました。そうですね、ズームとかだとここから上しか見えないんで、やっぱ実際会ってみると、あ、こんなに大きかったんだみたいな、すごいなんか幼稚な感想になっちゃうんですけど、あったりとか、あと自分もなんか、あ、結構ガタいいですねみたいな、そういうなんかやっぱリアルでしか味わえない、なんか本当に合ってる感がやっぱ感じられて良かったですね。
ません。ダメです。許されません。ダメです。科学の反論を終了する。皆さんですね、お部屋に分かれて、講義の方を、聞いていただければと思います。はい、では皆さん、いってらっしゃい。例えばニュースは読む、それから科学の先端情報は知る、 NFT の動向を知るっていうのをバー、ホームページを開くときにバーあるでしょ、あそこに全部入れておくんですよ。変な光を出すことに関しても何らかのレギュレーションを国際間で作る必要があるんじゃないですかっていうのが僕の提案です。はい。まあ、ちょっとアセンブリってものがよくわかんない人はですね、なんかおまじないと思ってください。会話しながら、さっきの一人でやるにしてもだからみんなに見せたりとか会話しながら、見てもらいたくないなって思うときに見せなきゃいけないってものではないので、そこは、ね、自分がやりやすいと思います。ぜひぜひ皆さんに輸入対象として見てもらって、そして自分なりのやり方と自分なりの内容と、またはさっき千尋君が言ってくれたような他の人に対してのいい影響と、そういうのをぜひぜひ皆さんの習慣の中に染み込ませるっていうことで習慣化取り組んでください。はい。なんだろう、走ってみる、じゃあ1日じゃあ30分走ってみるってなった時に、走ってみてそのやっぱ合わないなとか、他のことでも例えばこれは合わないなっていうのがあった時に、そういうフィードバックっていうのはどうやって活用していくのがいいと思いました。なるほど。あ、それはすごい面白いですね。自分の中の頭の中でオンメモリーで考えていきながら、どういうふうに相手に対して質問をするかっていうふうなことを不完全でいいんですよ。脆弱性の検知だったり検証とかっていうのは実際も今までかなり試行錯誤がされてきて、いろいろな脆弱性の検証とか検知のソフトとかいっぱいあるんですよ。先生もやってたんで、ちょっと今東の方でも見てるんですけどね、話を聞いたらいいから。そうですね、まあちょくちょくあったりはないから。そうですね。お肉、はい、豚しゃぶが置いてあります。あ、油淋鶏残り2個です。量子コンピューターを用いた、MRI 画像の、機械学習を目指して、まあ、それにたどり着くまでかなり、障壁があるので、その障壁を一つ一つクリアするべく、まあ、理論だったりハードウェアのことだったりを、研究を進めています。私たち表現、駆動コースではですね、まあ、チームでの開発っていうのが主な、内容になってまして、今はちょうど新しいチームが発表されて、次のイベントで8月の終わりまでに何を作るかっていうのを検討しているところです。今この専科学校をやっているのは、そのサイバーセキュリティ研究所の中の、ナショナルサイバートレーニングセンターというセンターで、園田さんがセンター長なんですけども、その他にもですね、いくつか、この研究所の中に組織がありまして、サイバーセキュリティネクサスというのがその一つですね。あと、今日のお話のメインはサイバーセキュリティ研究室、まあ、サイバーセキュリティの研究はもう15年ぐらいですね、やっている研究室があります。で、そこも室長をやっています。このセックアック36を全体を貫く部分で、この活動そのものを楽しんでもらわないもらいもらわないといけないなというところを、まあ、すごく大事にして今回やったので、もし皆さんがまあその2つ達成できたんだとしたら、第2回は大成功だと思います。2日間お疲れ様でした。はい。